やる気、元気、たまき。霊感タロットのたまきのズバッと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題はじゃん。11月の音声ですね。11月、あなたに起きること、注意することを4択で占っていきます。はい、基本的に1日2本動画アップしています。個人鑑定の申し込み方法、動画概要欄に書いてあるのと、あとお知らせ一つさせてください。ズバッと叶える手帳を販売しております。これは満月、新月の度にライブやってて、そこで、それぞれがこう書き込んだりテキストにする用の手帳で、もう一年かけてみんなでこう願いを叶えやすくする体質になれろうよ、みたいな感じで作ったので、一年かけて作ったので、ぜひ使っていきましょう。使っていきましょう。使ってください。はい。さて、4択いきますね。はい。じゃあ今日は、カラーカードと、これね。アニマルオラクルカード、アニマル、そう、スピリットアニマルオラクルカードと、ズバッとタロットシンプルで。あ、今日は、ちょっとあれ入れようかな。アマテラス大神様を入れてみようかな。まだね、出たことがなくて。いや、なんか、普段の占いの時は入れてないんだけど、こういう運勢の時には入れようね。なんかね、入れてやってみようね。はい。まずカラーカードでラッキーカラーを。4択選べました。左から順番に1、2、3、4です。ちょっとね、明るさがいつも光輝いちゃったりしてね、ごめんなさいね、この辺とか輝いちゃってるんですけど、あんまり気にせずに明るさの違いとか、気にせずに直感で選んでください。カードに話しかけて、あなたですか、あなたですかってこう話しかけて、私よってこう、僕だよって話、答えてくれるカードとか、なんか鈴の音がするとか、温度を感じるわとか、なんか大きく見えるとかね。なんかそういう感じでちょっと他となんか違うみたいなのをこう直感でビビビッとパパッとあんま時間かけずに選んでくださいませ。選べましたか？まだだよーっていう方はね、一時停止するなり巻き戻すなりしてゆっくり選んでください。はい。じゃあ、行っちゃっていいかしらね。これ普通、普通っていうか私他の占い師さんのさ、やつ、あんま見たことなくって、あんまっていうかほとんど、ほぼ見なくて、どのくらいこういう選択の時間とかってどのくらい取ってんだろうみたいなのも全くリサーチとかしたことないんだけど、このくらいでいいですかね。はい。じゃあ、1番からいきますよ。ごめんね、ちょっと紙が入っちゃって。1番さんからいきまーす。はい、ラッキーカラー、ピーチ。で、わっビーバーだね。ビーバーの逆。はい、ズバッと出ました。はい、一番さん、全体的に思ったのは、なんかね、移動しない方がいい。その場から離れない方がいい。現状の場所にいて、そこで、ごめんね、猫のスタって落ちた、降りた音。現状の場所にいながら、よりよく改善しようみたいなことを考えた方がいいです。なので、なんかこう、動いちゃえとか、移動すればなんとかなるとか、なんか逃げようとかではない。そういう感じではないです。全体的な雰囲気まず。で、ラッキーカラーピーチ。生命の息吹の色です。桃色ですね。でも、日本の白桃とちょっと違う、黄桃みたいな色。うん、で、ビーバーのスピリットはね、確かな基礎を築いてくださいっていう、レイヤー、ソリッドファウンデーションでしょ？うん、そう。こう、強固なさ、基礎よ、ソリッドファウンデーション。強固な、こう、硬い基礎を作るべし、みたいな。ビーバーね、ダム作るからね。そうだ、ビーバーのスピリットが出たときは、かつ逆に向きに出てるときは、ちょっと土台とか基礎が足りないよっていうときに出るんですよ。なので、まずは土台だ、基礎だ。それを作り直すのがまず一番かなっていう時に言ってるよ。うん。なんか、
家もさ、何でもさ、勉強でも仕事でも基礎の部分がないとさ、何も積み上げられないじゃん。ね、小学校の国語算数理科社会ができてなくて、中学校、高校ってこう勉強できないじゃん。ね、読み書きそろばん、そろばん古いけど、ができて、なんかできていくとかさ、うん、まあ、何でも同じで、家も土台があって、その上にやっと建てられるのであって、土台がこう、腐ってると、上にどんな豪華なものを建てても、ぐしゃって、もう、ね、もうちょっとの衝撃ですぐ崩れちゃうよ、みたいな感じなので、あのね、しっかりした良い素材で、ちゃんとした土台を作り直さなきゃいけないよって言ってる。で、強く願えば、いつでも新しいものをこう作ることができるから、ちゃんと作ろうって、ちゃんと実現可能な計画を立てて作ってこうみたいな、なんか、夢見て、土台なしでこう神殿作ろうとかじゃなくて、うん、現実的にきつきつじゃない、コツコツ、一番下から超強固な土台作ろうみたいな感じよ。で、タロットカードは、もうね、そうなの、真ん中にソードのロックの逆が出てるから、ここにいなさいって、うん、どっかに行くとか、例えばね、転職しようとか、移動しちゃえばいいやとか、うん、逃げちゃえばいいやとかじゃなくて、その場で現状に留まって、作りなさいよって言ってる。人間関係なり、それこそ土台なり、何か仕事なり、うん、多分、うん、現状のままでうまくいくから、若干人間関係の不安が出てるけど、そう、その、現状に留まることで、人間関係の不安とかなんかうまくいかない、ギクシャクすることも出るけれども、でもそれを上回るいいことが、今いることで、留まることで、なんかあるから、留まって、その中で人間関係良くしようとか、コミュニケーション取って、ちゃんと信頼関係築こうとか、できる範囲の中で現実的にこう、想像していこう、作り出していこうみたいな、楽しさを見出そうみたいな、幸せ楽しさをこの中で見出していこうみたいなのはいいです、この1ヶ月。で、対策注意点にワンドの3でしょ、うん、やっぱ、そうね、目標をちゃんと立てて、現実的な目標を立てて、さっき言ったように、いきなりお城を建てようじゃなくて、まず基礎を作って。まず何作ってみたいな、こう、コツコツした目標を少しずつ立てて、達成して、また目標を立てて達成してみたいに、なんか、順番にちょっとずつ進んでいこうか、みたいな。うん、そんな感じです。はい。なので、でも、成し遂げられるから、こう、出てるのであってね。うん、頑張ってくださいね。はい。1番さんは分かりやすかった、非常に。はい。じゃあ、2番さんいきまーす。2番さん、はい、まずラッキーカラー、ディディン、スカーレット。で、バッファローだね。バッファロー。は、ソード。すごい、なんか、青々しい感じだね。水色がいっぱい出たね。ズバ取れました。はい、まず、ラッキーカラー、スカーレット、ヒーローです。成功を引き寄せる色です。で、バッファローのスピリットが出たね。もじゃもじゃってしてる。うん、このカードなんか印象的なんだけど。バッファローはね、The Abundant Universe Will Provide 宇宙の豊かさを受け取ってねっていうカードですね。バッファローのね、カードは一言で言うとなんか感謝しようみたいなカードなんですよ。宇宙の豊かさを受け取って感謝しようみたいな。バッファローってさ、なんか いろいろ使えるんだって。肉、皮、骨とか、あらゆるものをに使えるし、なんか、アメリカのインディアンは、こう、バッファローを豊かさの象徴として捉えてたんだってね。なので、バッファローが出るときは、ちゃんとあなたには豊かな恵みとか、贈り物が与えられているし、これからも与えられるから、それにちゃんと感謝してねって、ただただ要求する、要求してもいいんだけど、要求するだけじゃなくて、ちゃんと感謝して、そうすればするほど、この世界は豊かであるっていう真実とすぐにこう調和して、さらに豊かさが入ってくるみたいな、いい循環ができるので、そう、バッファローはね、いいんでしょ。なんか、
幸せを引き寄せるカードとして、なのでちゃんと願いをこう決めてね、それこそズバッと叶える手帳じゃないけどね、うん、これを叶えたいんだって目標を定めて、それを引き寄せてやるっていう気持ちで日々感謝しつつ、自分はこんなに与えられてる、ありがたいありがたいって思ってると、いろんなものがどん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 入ってくると思う。で、タロットカードの方がね、結構ね、孤独なカードが多いでしょ。ソードのクイーンの逆と、ソードのキングの聖子と、女教皇の逆。なんとなく殺伐としてるのよ。なので、孤独感とか孤立、孤独、なんか一人で私戦ってるみたいな、誰も助けてくれないみたいなさ、このひんやりしたピリッとした空気感の中で過ごすことになるかもしれないけど、でもね、そんなに絶望的でもないのね。そう、ちょっといつもの時よりも、まあよく言えば自立したみたいな、自立、うん、自分の力で厳しい判断を自分でしなきゃいけないみたいな、うん、そういう時期、うん、よく言えば、まあ悪く言えばちょっと寂しいかもみたいな、うん、なんか私一人で戦ってる、ちょっと孤独かもしれないみたいなのを感じるかもしれないけど、でもなんか別になんか悪い雰囲気は感じなくてですね、私このカードから。そう、孤独かもしれないけど、多分この宇宙からの豊かさを私受け取ってるっていうのを実感しながら、感謝しながら、あ、なんか自分一人でもできる、戦える、私は自立できるみたいな、そういう強さをこう実感したり、そういうのをこう叶えられる時期かなって思うので、なんか自立とか独立とか、なんか一人で立って生きるみたいなのをテーマにする人にはとてもいいかなって思った。うん、で、目標高めに設定してください。低めじゃなくて。うん、高めに設定して、あの夢に向かってキラキラ輝く、あの夢を絶対掴むんだみたいな感じで、ちょっと孤独かもしれないけど、自分一人で何とかしてみせるみたいな強い意志で頑張ってください。できると思います。はい。応援してます。2番さん。はい。続いて3番さんいきますよ。3番さん。じゃん。オレンジ。え、この色ってすごい見ない。なんか、え、こんな色あったんだ、オレンジの花の。すごい珍しい。私なんで引かないんだろうね、これ。あー、で、フクロウの逆。はい、ズバッと出ました。フクロウはね、You see clearly now。あなたははっきり見えてるってカードでしょ？それの逆向きなんだ、で。なんとなく3番さん全体から感じたのは、もっと自分の力を信じて、かつ、なんか力を持て余してるから、その力を信じて、もっとわがままに生きていいよみたいな感じがする。自分本位で。もっと自由に動いていいよみたいな感じ。なんか寝てた状態から目覚めて、もうちょっと自分勝手に生きようみたいな。なんか、そんな感じ。うん、まずラッキーカラーオレンジ、自分を育む色だそうです。いいね、オレンジ色好きです。で、オールスピリット、フクロウが逆で出るとね、フクロウってめっちゃ感覚が鋭いじゃない、目とか音とか、その逆出るとこの感覚過敏みたいな感じで、感覚を持て余してるとか敏感になってるとか、多すぎる情報を取り込んで刺激を受けてなんか圧倒されちゃってるとか、なので、なんかね、グラウンディング、そう、まず、ちゃんと地に足をつけようみたいな、ふわふわせずに、あーっていろんな情報が入ってきた、あーあーみたいな、こう圧倒されて、なんかふわふわふわってしないで、ちゃんと、まず地に足をつけようかみたいな感じ。安全な、こう、自分の居場所みたいなのは確保して、うん、なんかね、落ち着け、みたいな感じ。そう。心は落ち着けて、でも、散歩したりとか、なんかこう自然の中散歩したりするといいかも。心落ち着くかもしれない。ちょっとね、過敏になってるよっていうのは出てる。で、タロットカードの方は、そうだね、なんか二つ解釈があって、最初に言ったように、こう、目覚めて動き出す時だよっていう解釈が一つと、もう一個は、やっぱこのフクロウと同じで、なんか、情報に踊らされるなみたいな感じ。
あまりにいっぱい情報が入ってくるから、まあ良くも悪くも。そう。それを上手にコントロールしてね、みたいな感じかな。うん。それぞれ当てはまる方でいいと思うよ。今まで休みすぎてた。そろそろ目覚めて動き出すか。っていう人はそっちだし、じゃないなっていう人は、うん、なんか情報過多とか、それに対して自分が過敏になりすぎて、なんか、こう敏感に反応しすぎちゃうとかね。そういうのに気をつけた方がいいかな。とにかくなんかね、落ち着いた方がいいのと、あとは、そう、最初に言ったように、ワンドの剣が逆向いてるでしょ？うん、これなんか、わがままな人に注意っていうよりは、自分がわがままになっていいんじゃないかなって思った。なんかビクビクせずに、堂々とどっしりと、ちょっと自分、横柄すぎないかなみたいな。なんか強すぎないかな、わがまますぎないかなくらいで、ちょうどいいのかなって思っちゃった。自信持ちすぎるくらいで、ちょうどいいかな、3番さんみたいな。なので、自信持って、堂々と心を落ち着けて、情報に踊らされず、うん、うん、感覚がちょっと過敏になりすぎてると思ったら、ね、自然と触れ合うとか、ね、ちょっとお散歩するとかして心を落ち着けるって過ごすといいかね。対策注意点の条定、なんかこれもさ、なんか女性らしさとかいうよりは、うん、なんかこう、自然の中とか、花とか、木とかと触れるといいかなみたいに思った。秋だしね、すごいいろんな綺麗な風景が、広がっているしね。まあ、このカードも、もっとわがままになっていいよとも取れるんだけど。とにかく、3番さん、うん、以上のことを注意して過ごしてくださいませ。堂々と行きましょう。はい。頑張って。はい、4番さん行きまーす。4番さん、カラーカード。シアン。はい。で、あ、ハチドリの逆。はぁ、あ、天照大神様が出たよ。出た、ズバッと出ました。興奮しちゃった。4番さん、全体バーって見て、一言で言うと、ちょっと、悲しいこととか、心がこう、悲しいとか、うん、心が揺らぐ出来事とか、心が落ち着かないとか、なんかこう、失敗しちゃうとか、そういうことがあるかもしれない。あるかもしれないけど、アマテラス大神様が見てるからね、守ってくれてるよっていう感じよね。うん。なので、大丈夫、安心して。うん。ちょっと一個ずつ行こうね。まず、ラッキーカラー、シアン。自信を持つ色です。はい。はい。CMYK の印刷のね、シアンの色だね。で、ハチドリのスピリットはね、Be Here Now なの。ここに留まってなさいっていうカードなんですよ。ハチドリってさ、バババババってこう羽ばたいて、空中に留まりながら花の蜜吸うじゃない。で、甘い蜜、甘い花はどこにでもあるんですよ。至るところに、世の中のね、至るところにある。あっちにもある、こっちにもある。目移りしちゃう。だけど、花から花へこう蜜を求めて飛び回ることは、今の4番さんのエネルギーを消耗させちゃうから、今はこの1ヶ月はこの場所に留まっててねっていうカードですね。ハチドリの逆。一つの花に集中してください。あなたが注意を向けるものに向かってあなたのエネルギーがこう流れ込むので、目の前の蜜を集めてそれをこう甘い幸せだっていう思うことに集中してね。うん。他の場所にもっといいのがあるはずだとか、こう、探そうとしない方が、うん、いい、うん。なんか、自分と他人をこう比べて、あの人の方が甘そう、ずるいとか、そういうのを比べるのもダメだし、今の状態に感謝して、そうすれば、あなたはこう、いるべき時にいるべき場所にいて、与えられた豊かさを、こう享受できてるんだっていうことに気づけるから、ちょっと今とどまってそれに気づこうか。で、タロットカードなんだけども、ね、ウィッシュカードが逆向いちゃったり、ペンタクルのクイーンが逆向いちゃったりしてるので、ちょっとね、豊かさが損なわれちゃったりね、例えば、うん、なんか願いが叶わなかったとか、
こう、心眼上手、上手になっちゃって、自分が望んでた思い通りにいかなかったとか、なんかこう失敗しちゃった、損しちゃったとか、やらかしちゃったとか、それで、わ、やっちまった、みたいな感じになるかもしれない。だけど、アマテラス大神様がね、真ん中にこう、ドーンと、見てま、ね、ここにいらっしゃいます。大丈夫、大丈夫って言ってるかのような、この、ね、微笑みを叩いておりますよ。ま、そんな時も、そんな巡りの時もありますよね、とか、なんか言ってるような気もするし、もしくは、なんかね、この、ね、三種の神器のこの鏡にこっちに向けられてるとね、なんか、なんだろうね、あなたが、もしかしたらと厳しいことを言うと、あなたが今までこう積み重ねてきたこととか、あなた自身の姿が今の結果に映ってるだけだからねって言ってるかもしれない。めっちゃ厳しく言うとね。でも、まあ、基本温かいですよ。神様だからね。で、対策しといてもカップのお香でしょ。やっぱりね、悲しいかもしれない。がっかりするかもしれない。絶望するかもしれないけど、でも、100% 失われたわけじゃないよと。ね。ハチドリのスピリットの逆もそうだけど、ちゃんとあなたには豊かさが、それでもなお与えられていて、これね、カップが3個こぼれちゃって悲しんでるんだけど、2個ちゃんと後ろにあるんだけど、これに気づけるかどうかなんですよ、この人は。なんだ、後ろにまだ2個あったじゃんって思えるのか、3個こぼれた、もう絶望だ、もう俺はおしまいだって思えるか、思うか、どっちかなんですよ。ちゃんと後ろに、自分のこんなね、真後ろに豊かさあったじゃんみたいに気づけるかどうかが試されてる4番さん。だからちゃんとその場に留まって、あ、なんか嫌なことがあった、逃げちまえ、じゃなくて、その場に留まって、ちゃんとなんか見直すなり、反省するなりしつつ、自分はこれだけの豊かさに囲まれて生きてるんだな、ありがたい。今日も生かされてる、感謝しなきゃありがたいな、っていうね、感謝の気持ちを持てるかどうか、幸せに気づけるかどうかが、この1ヶ月、課題ですね。ちゃんと神様は見ておりますよ、その姿を。あなたがそれはできるかしらと、できると信じてますよと言ってるかのように見てるので大丈夫、できます。はい、頑張ってくださいます、4番さん。はいはい、以上になります。いかがだったでしょうか。喋り倒したら喉がはいちなみに今日は26日なの、こんな時間に撮ってるんだけど、明日サイン会です。私頑張ります。お会いできることを楽しみにしてます。でね、この動画アップすることには終わってんだけどね。ね、楽しかったねって言ってると。はい。では、じゃんけん行きましょう。たまーき、じゃんけん。じゃんけん、ぽい。パーなので、チョキの人の勝ちだよ。じゃあね、バイバイ、ありがとうございます。